はい、じゃあ第6話の後半をやっています。隋と唐の話をしています。隋の文帝から煬帝、そして唐の高祖大祖高祖の話をして、前回は唐のこの制度の話をしました。じゃあですね、この時代の唐の、それともうちょっと後の時代の唐の、その外国の様子、こういうところの、まあ、外国、周辺諸国はどうなっているか、外国、対外関係と書いておきましょう。今回はここの唐の他の国の対外関係のお話をしようと思いますので、まあ、よく聞いていて、いただきたいなと思います。この辺を理解。そしたらですね、まずタイトルを書いて、おきましょうか。第6話ですね。いくつになりますかね、39ですかね。そしたらですね、唐の対外関係、周辺諸国のことを学びますので、ちょっと図を書いておきましょうか。正確な地図を書こうと思ったんですけど、ここは略図の方がなんか都合がいいようです。まずですね、唐にはその6カ所、都護府というもう2カ所あるんですけれども、役所があって、民族、唐に服属した、唐の下に入った民族をこの都護府に結びつけておく吉備政策っていうのを取りましたね。これは少数の民族という感じの民族をどんどん結びつけていったというようなイメージです。そうするとですね、その次に、作法という関係が出てきます。はい、この緑で書いてあるのが作法ですね。これは完全に唐がこの渤海の王様に唐の一部としての渤海だよ、あなたを渤海の王にしますよっていうふうに、家臣として渤海に配置したっていうイメージです。まあ渤海の王様がいて、そこに改めてあなたは唐の家臣だからねっていうふうに家臣とした国が渤海や白に、あるいは聞いたことがないかもしれませんが、ここに、南昌という国があります。これは完全に、唐の家臣としての位置づけをされた国です。次行きましょうか。次はですね、黄色で書きますかね。
朝に貢ぐという朝貢関係です。外国ではあるんですけれども位置づけとしては唐の下で、貢ぎ物を送り、唐からお返しが来る。お返しの方が大きいぐらいなんですけれども、貢ぐっていう字が書いてあるように日本は唐の、下であると、そういう位置関係を決められた国です。家臣になった国、下であるという位置関係を与えられた国です。これが日本や日本やシュリービジャヤやチャンパーやアンコール町、カンボジアで後にアンコールワットを建設するアンコール町、これが朝貢国です。はい、続いては唐と関係性を持った外国です。インドのバルダナ朝、そしてチベットに、トバンという国がありますね。これは唐と密接な関係を持った国ではあるんですが、そしてトッケツ、そして、ウイグルという国です。で、突厥とウイグルは突厥が先、ウイグルが後ですので、このようになると思います。唐は、いろんな国と対外関係を結んだり、家臣として位置づけたり、唐よりも下というふうに位置づけたりというふうなことで、他の国々とのお付き合いがあったよということです。これを何かこうメモっておいて、これを見ながら話を進めるといいんじゃないかなと思います。しかし唐にとってはいろんな国々があるんですけど、あくまでも唐は一番であると、唐は世界の中心であるという中華思想を持っていました。唐を周囲の国と作法関係や朝貢関係を持つ、少数の民族については、厳しい政策を取る、このような感じです。唐はあくまでも世界の中心です。ただね、唐が世界の中心だって認めない国もいて、その国は叩いていくわけですね。じゃあ行きます。北の方からぐるっと見ていくので、こういうような見方をしていきます。
まず唐の北方モンゴル高原には突厥という国がありました。いきます。突厥文字を使っていました。突厥文字というのは何か、最初の文字であるということです。そして、内紛、より分裂、唐の大宗2代目の皇帝ですね、により滅亡です。なので、これは突厥は唐からの攻撃を受けています。こういうことですね。はい。そして突厥の後モンゴル高原に登場した民族をウイグルと言います。今はねウイグル自治区とか言って、ニュースで、ウイグル族がね、天安門の前で事件を起こしたとか、そういうウイグルって名前は結構ね耳にすることがあると思います。突厥の後ウイグルっていうですね、これもトルコ系ですね。これは山のように今後出てきます。中国まだね、唐の歴史で安史の乱って乱をやってないんですが、この安史の乱では唐を援助します。だからこれはウイグルと唐っていうのは関係はそこまで、悪くはない。唐を助けたこともあるぐらいなので、もうハートマーク書くほどの中ではないんですが、私はもうウイグルの唐はハートマークを書いちゃいます、ね。ウイグルは唐を援助する中です。突厥は関係が悪かったんですけど、ウイグルとはそんなに悪くなかったです。はい。でこのウイグルですが、さらに北にキルギスという民族がいますが、キルギスに破れ滅亡してしまいます。ですのでウイグルの上にキルギス、キルギルじゃないですね、キルギスと書いておいて、いや印だ、このようになります。はい。突厥とウイグルについて学びました。次行きましょう。
ちょっと順番を入れ替えましょう。こっち回りに行った方がいいですね。次、墨界の話をしましょうか。はい、この墨界がいるところには、昔、朝鮮半島、北部と重なっている隣接地域なので高句麗がこの辺り支配していたんですが、唐によって高句麗が滅亡に追い込まれた後ですね、ここに墨界国の成立です。はい、上慶隆泉府という国が都ができます。これは唐の長安を模擬のして、作られた長安にそっくりな、規模は小さいですけれども都として知られています。はい、墨界ってあんまり、日本人には馴染みがないですよね。日本とも交流があったんですけれども、ツングース系、川に、なんて言えばいいんですかね、真っ赤族と言います。大宗英という人が建てた国です。これは中国から作法を受け、中国の、一部というか中国の家来としての国 として、あるということです。じゃあずっとぐるっと回ります。次に新羅行きます。時計回りに見てみます。朝鮮半島の国としては、いち早く唐と同盟をして半島を統一しています。だからこの時朝鮮半島は新羅が全部押さえているということになりますね。この時に、新羅は朝鮮半島の歴史、18話で、後でやりますので、詳しくやりますので今は通過してください。
唐と同盟をして百済を滅ぼします。百済を助けに行った百済の復活にかけた日本と白村江の戦い、白村江の戦いですね。これ日本史で、例えば中学校とかでよく習うと思いますので、その戦いで日本に勝った後、唐と協力し高句麗を滅ぼします。で、新羅の制度としては国賓制という仏教の保護を行っています。新羅のこの仏国寺というのは慶州というね、この新羅の都にあります。慶州というのは釜山、朝鮮半島の一番南の釜山にほど近いところですので、日本から外国の世界遺産を見に行くのに多分一番見に行きやすいものだと思います。この仏国寺プルブッサっていうのは世界遺産っぽい世界遺産なのでわーっていう寺なので、これは見に行くといいんじゃないかなと思います、ね。日本から行きやすいです。釜山まで、そうですね、いろんな手段がありますよね。福岡の博多港からビートルっていう船に乗ったりとか、あるいは飛行機で、大韓航空もあれば、エアプサンもあるし、あるいはピーチが飛んでますかね、このプサンまで飛んでいるので、そこから電車やバスで1時間ぐらいで行けますので、見に行くといいんじゃないかなと思います。はい、モンゴル高原渤海新羅って見ていって、この辺は日本は日本史の感じで、遣唐使の感じで、首里ビジャヤは東南アジアの時に勉強します。チャンパーも東南アジアで勉強します。アンコール町も一緒です。ぐるっと回って、次は南昌を行ってみますかね。中国の西南のあたりの、西南の外れのあたりのことを雲南と言いますが、今雲南省という省があります。雲の南、雲南ですね。ここに建てられた国、これが南昌国という国です。という感じです。あまり馴染みがないと思いますが、教科書でも情報量は少ないです。なんか調べてみるとなかなか魅力ある国のようですが、今回はこの辺に留めておきます。あとはですね、ぐるっと回ってバルナナ朝はインドのところでやるので、抑えきれてないところはこの次のトバンですね。はい、チベット、図が交錯しているので孫前元歩です。しげんそとかじゃないですね。孫前元歩が建国をした王朝です。
チベット仏教やチベット文字などがこのオートバンの中で作られます。チベット仏教は後で元の時あたりに中国の歴史にも大きく影響を与えます。はい、今回は唐の周りの国の様子を説明しましたよ。ちょっとカラフルな図を描きましたね。都護府によって、なびいた民族を任せる吉備、吉備政策による諸民族、そして、家臣としての位置づけの作法国、そして、朝貢国、貢ぎ物を、その貢ぎ物を要求するという唐の下という位置づけの国、そしてそれ以外の国です。それを、モンゴル高原、中国東北部、朝鮮半島、ぐるっと回って雲南、チベット高原というふうに見ていきました。そのように頭をすっきりと整理しながら勉強するとやりやすいんじゃないかなと思います。今回はここまでです。